始めます。それでは設営後の一杯ということで、まずはおつまみの方がこちら海山米、海山米で左から黒ミル貝、白鳥貝、ホッキ貝ということで3種類入った、こちらの貝つまみにいただきたいと思います。ではいただきます。じゃあまずミル貝からいただきます。うん、うまい。僕このミル貝が大好きで、白ミル貝ってありますよね。白ミル貝が美味しいですね。この黒ミル貝も美味しいですけど、まあ特に味っていう味はないんですけど、この歯ごたえがとてもいいですね。見えるかな、見えない、よいしょ、あ見えないですね。本当に青いビールです。黒ミル貝でなんとか貝、名前忘れちゃいましたが、なんとか貝をいただきます。うん、うん、これも美味しい。なんていうんですかね、食感はちょっとゴム。ホッキ貝は、ホッキ貝じゃない、なんだっけ、ミル貝、黒ミル貝はちょっとこうコリコリと言いますか、サクサクというかそういうような食感で、今食べたのが白鳥貝ですね。白鳥貝。うん、ちょっとこうサクサクコリコリっていうよりかはゴムのような弾力で、で磯の香りがちょっとありますね。うん、とても美味しいです。じゃあ最後にホッキ貝。あ、ホッキ貝は2枚しか。2枚しか入ってないホッキ貝、貴重なホッキ貝1枚目いただきます。うん、美味しい。僕、まあ、どうでもいい話なんですけれども、ね、僕が小学生ぐらいかな、まだ小さい頃に家族でよく行くお寿司屋さんがありまして、まあ当時あんまり回転寿司っていうのを、回転寿司ももちろんありましたが、まあ知り合いのお店っていうことで普通のお寿司屋さんによく行ってたんですけれども、そこのお寿司屋さんで赤貝を出してくれて、僕は赤貝が大好きで、いつもそのお店行くと赤貝を食べてたんですよね。で赤貝も身のところと貝ひもの部分と別々に、貝ひもの部分は軍艦巻きに軍艦にして出してくれるんですけれども、ね、行くたんびそこのお店の赤貝を全部食べちゃうっていうその仕入れたものを全て食べてしまうっていうぐらい赤貝が好きだったんですよね。で僕大人になって赤貝こうたまに食べるんですけれども、やっぱりこう貝ってそこまで味の差ってあんまりないと思うんですけども、やっぱり食感がすごい好きなんだなっていう、赤貝の食感っていうんですかね。うん、そう、それですごい赤貝を食べてた記憶があります。まあアワビとかサザエも食感はすごいですよね。ただアワビなんかはやっぱりね、なかなか食べれるようなものじゃないんであまり食べたことはありませんが、まあやはりこういう
貝類も焼いたやつも美味しいですけど、やっぱり生が一番美味しい気がしますよね。はい、というどうでもいい話でした。12時43分、気温の方が15度ということで、まあ雨も降ってますのでだいぶ涼しいですね。まあ先ほど設営が終わってその後にまあいろいろテント内をごちゃごちゃいろいろやったりして、まあ結局あの駐車場までの急な坂を5往復6往復してちょっとまだ体がポカポカしていますので、まあ気温は15度16度とかそのような気温ですが、そこまで寒いような感じはしてません。ただこれでまた夜になるともうちょっと冷えると思うんで、まあ一応今日念のためにトレーナーとかも持ってきてますので、まあもしねまた寒くなったらトレーナーの方を着たいと思います。ではとりあえずこちらをつまみに流氷ドラフトを飲んで、まあちょっと一服したら薪の方をねちょっとノコギリで短くして、まあ夜の焚き火に備えていきたいと思います。はい、それでは焚き火ベースの焚き火台に火入れしていきたいと思います。もうちょっと後から焚き火をやろうと思ったんですけど、結構寒くなってきましたので、ちょっともう早速焚き火に火を入れていきます。まあ、薪も今日こちらのキャンプ場の方で一束買いまして、前回のキャンプの余りもありますので、まあ薪は足りると思い、今時刻が1時15分を過ぎたところですが、焚き火を開始します。はい、時刻が17時を過ぎました。気温の方は相変わらず15度ぐらいをキープしている感じです。またちょっと新たなアイテムを、購入してましたので、そちらの紹介をさせていただきます。はい、じゃじゃん、こちらフィールドアのマルチグリドル、大きさが33センチだったかなのものを、ちょっと購入してみました。はい、こちら裏面、こちらが表面です。今回こちらを使ってちょっと、料理っていう料理はしません、ただ焼くだけなんですが調理をしていきたいと思います。これ今僕初めて見たんですけど、中心がちょっとポコッと膨らんでまして、2箇所、この端っこに切れ込みがあって、まあこういう感じで捨てれるというか、なんか汁物をお皿に移す時なんかにも切れ込みが使えるっていう感じですかね。でこちらを使って調理をしていきたいと思います。はい、では1品目といいますか、まあただ焼くだけなんですけど、こちら、はい、せせり、こちらを焼いていきたいと思います。はい、では焼けてきましたので塩コショウをして、はい、いただきたいと思います。
久しぶりにせせりを食べましたが、美味しいですね。先日広島の方にちょっと遊びに行ってきまして、まあ自分へのお土産でこちら瀬戸内瀬戸田シューハイレモン、こちらちょっと買ってきましたので、こちらを飲みながら下がり、こちらをつまみにやっていきたいと思います。ちゃんとレモンの味がするっていうんですかね、レモンチューハイなんでレモンの味はするんですけど、ちゃんとレモンの味がする感じですね。はい、皆様おはようございます。朝6時になってしまいました。昨日瀬戸内レモンチューハイ飲みながら、まあ、ちょっとお菓子をつまみながら焚き火を眺めてました。8時頃に星が限界を迎えまして、ちょっと横になってたんですよね。モノポールインナーの中でちょっと横になって、でちょっとまあ締めにうどんを持ってきてたんで、うどんを食べて、ね、まあそれから寝ようかなと思ってたんですけれども、結局もなんかもうそのまま寝落ちしてしまって、今気づいたら5時55分でした。で、まあ今6時回ったぐらいなんですけれども、今朝は雨は上がっています。こちらが一応チェックアウトが10時になりますので、焚き火をして朝ごはんを食べて撤収に入りたいと思います。先ほどチェックアウトが10時と言いましたが、まあ一応今日の予約が入ってなければ12時まではいいですよとは言ってたんですけど、まあちょっと入ってるか入ってないか分かんないし、管理人さんが朝一応なんか知らせに来てくれるらしいですけど、まあ一応ね10時には撤収できるような感じでちょっと行動はしておきたいと思います。じゃあ早速ちょっと焚き火に火を入れてきます。はい、焚き火にも火が入りまして、まず朝ごはんこちら京風だしのおうどん、まあ冷凍食品なんですけど、こちらを食べたいと思います。せっかくなのでこのマルチグリドルでやっていこうと思います。まあ今回もクーラーボックスを MOL モルのクーラーボックスにロゴスの保冷剤を入れて持ってきたんですけど、まだ凍ってますね。若干ちょっとシャーベット状みたいな感じにはなってたんですけど、まだ凍ってます。はい、ではうどんの方温まってきましたのでいただきたいと思います。柚子の香りも今すごいしてきたんですけど、湯葉なんかも入ってまして本当に強風ですね。じゃあいただきます。うん、うまい。京風うどんも食べ終わりましたので、ちょっとコーヒーを飲みたいと思います。はい、お湯もまあ沸いてきましたので、本日の一杯はこちらネスカフェゴールドブレンド、
こちらをいただきたいと思います。朝のコーヒーいただきます。はい、コーヒーのお供はキャナルベーカリーのラスクですね。これ昨日もちょっと食べたんですけれども残ってますので、これをコーヒーと一緒に食べて、ちょっとゆっくりしたいと思います。はい、ラスク、時刻が7時46分になりまして、これからちょっと撤収の方へ移りたいと思います。外気温の最低温度が、最高が21度、最低が 14.5 度っていうことでした。まあ夜も横になってて寝落ちしちゃって、途中ちょっと寒くて一回起きたんですが、まあそこまで14度ということで寒くはなかったですね。で、朝が冷えるかなと思ったんですけれども、昨日の夜と比べて朝は気温もちょっと高くてそこまで冷えることはなかったです。はい、ということで今からちょっと撤収を少しずつ始めていきたいと思います。はい、今、中のものは全て、車へ積み込みが完了しました。今回のこのワンティグリスソロホームステッド TC、こちらのテントを初めて使用しましたが、雨の中でも、まあ、全然雨漏りすることなく使用することができました。で、中も広さはすごい広々していて、とても使いやすい、過ごしやすいテントでした。ただ一つ今回気になったところは、こちら出入り口のところにスカートがついてますが、内側へ、外ではなく内側へ入っているスカートがついています。ここがちょっと出入りするときに踏んづけたりとかしたら穴開いちゃったりとかしそうな感じがして、まあ生地自体は強いしっかりした生地なんですけれども、あまりこの辺ね、こう踏んだりして石とかと擦れて穴が開いたりしてしまわないかなっていうのがちょっと気になりました。あと今回はこの前面を開けて過ごしましたが、ここですね、両側なんですけど、はい、ちょうど見えるかな、このここからこうポタポタ落ちてこのように溜まってしまっています。まあ1泊2日今回過ごしまして、1回ちょっと拭いたんですが、まあ今朝というか昨日の夜からは1回も拭かずにこんぐらいちょっと溜まってしまっています。まあ閉じてれば何の問題はないんですが、開けて、前面を開けていますとこのようにちょっと水が溜まってしまうのが、気になりました。まあその他は全然広々してますし、このように内側、この隅の方は大きく三角形にスカートの部分がありますので、ここに荷物を置いたりして今回は過ごしましたが、やはりとても広々して使いやすかったです。はい、ということであとはテントの方を片付けていきたいと思います。Shoot it.
ということで、こちらちょっと今息が切れてしまってますが、今日はこちらのサイト1,2,3,4 5区画かなあるんですが、まあこちらのサイトは本当に貸し切り状態、僕一人でまあほぼ完ソロ、他のサイトには何組様かいらっしゃったみたいですが、こちらのサイトは僕だけでした。とても綺麗な川を眺めながら自然に囲まれて、久しぶりの3ヶ月ぶりのキャンプ、とてもいいキャンプができました。ということで今回の動画は以上になります。また近いうちにキャンプに行けれればと思っていますが、次回はね違うキャンプ場へ伺いたいと思っていますので、また次回の動画でお会いしましょう。